はい、えー、こんにちは。2月7日火曜日の日替わり竹部でございます。えー、さて実はですね、私ずっと、まあ、期待と言ったら非常に、え不謹慎な言い方なのかもしれませんけども、ユーロスイスの動き、こちらの方に注目をしておりました。えー、ユーロ売りスイス街、まあ、これが1.2というようなですね、えー、まあ、ある程度の推定水準を、まあ、あ、 規定の水準、恣意的な相場性形成をするというところで、スイス中銀が決めた水準に、ユーロスイスが少し、まあ、ユーロ売り、スイス外ということで、ずっと経緯、下の方に、下の方にと言ってきた経緯の中で、もし1.2が割れた場合は、スイス円がボーンと上がっていくのかな、などというふうにして期待して見ていたんですが、昨日もですね、週明けのニューヨーク市場、 スーパーボールの方に、マーケットの方はどうしてもアメリカンフットボールですね。え、こちらの方にですね、やはり、まあ、皆さん、市場参加者どうしても興味持ってしまったんでしょうか。え、そういった動きにはなりませんでした。さて、本日の東京市場でございますけども、本日の東京市場、私、2点注目いたしました。一つは、オーストラリアドル円と、そして、ドル円でございますけども、ちょっとまず、オーストラリアドル円の方からご覧になっていただけますでしょうか。はい、え、こちらの方はですね、え、ごら、え、冷やしのチャートでございますけども、やはり、 82円台の後半から83円台の前半が、なかなか付け切れて、抜け切れないよというような状況の中でですね、移動平均線を見ていただくと、これ今度はまた、もう一回でございますけ、ね、ど、今度は、 20日線が200日線を下から突き上げていくというゴールデンクロスになっていくという可能性が非常にあるんですね。まあこれは非常に基本的なテクニカルの見方だと思いますので皆さん、ああ、なるほどとご納得していただけるかと思いますけども今日の一番のポイントというのは、オーストラリア、RBA 準備銀行こちらの方が4.25%で金利を据え置きと、利下げするんじゃないかというふうにして言われていたんですが前回までの利下げを見極めますというような声明になりました。 とうは言ってもですね、今度は下の、えー、オシレーター系、相対力質を見ますと、若干変われすぎなのかなというところで、さあ、先ほど申し上げました、82円の後半から83円に向けて、もう一回上値が重いのかどうかが非常に試される、期待と不安が入り混じったオーストラリアドル円と、当然ですね、これもし上抜けしていくようですと、85円に向けてというような期待感がなされるという非常にですね、正念場のオーストラリアドル円でございます。 え続きまして今度は、米国ドル円でございます。 こちらの方はですね、まあ朝方でございますけども、財務省が11月の上旬に覆面介入をしていたということが、まあ正式に、まあわれ私はこの日帰り竹部やリキュアの FX 道場など、も、ま、しくは他のベンダーさん、テレビなどでも、まあ、覆面介入してますねというような観測で申し上げていた経緯ありましたけども、まあ実際にこういうことがあったというところでございます。えー、必要にですね、えー、必要にという言い方にちょっとよろしくないかもしれませんが、やはり、ドル安円高というのは認めがたいという政府の意思が が表にしても裏にしても認められたわけでございますけれども、さて国際協調枠組み日米基軸同盟の中でどこまでその意思を表明することができるのかどうか、えー、そういった中で明日の早朝でございますけれども、我が国においては経常収支、えー、こちらの数字が発表になります。えー、今までずっと黒字だよと言われていたのが赤字になって ということがまた明確になった場合はですね。さあ、現状はなんとか76円台の半ば水準を下値に、相場水準少し切り上がってますけども、もう一段階上、上押しすることができるのかどうか。えー、これによってはですね。 え、いつもご案内させていただいてます。長方形分析での2007年からの緑の線と、そして2010年からの赤の線での抵抗線。これを下から抜けていくことになるのかどうかというところで、ドル円相場も大きな正念場に立っているというところでございます。え、来週ですね、日本、 我が国における日本銀行の金融政策決定会合、こちらの方もございます。そういう意味では、金融緩和と介入ということがワンセットになるのかどうかというところもマーケットのは取り出していますので、十分ですね、お取り組み、お取引の際はお取り組みにご注意していただければというふうにして感じます。以上、2月7日火曜日の日替わり竹部でございました。